ゆうたちゃん、ごめん。これはね、かけといて、うん、あげないで、うん、立つたまんない、これだけは、ね、はい、じゃあブラシ5000照射やっていいよ。今から抗生物質痛み止めを打ちますね。で、点滴を止めます。あ、点滴ですね、前足に入れたんですけど、はい、なんかうまく入ってなくて、で、後ろ足に入れ直しました。あ、ありがとうございます、はい。もう一個ね、目薬するよ。はい、じゃあ注射しますよ。ごめんね。抗生剤と痛み止めで、今赤い光当ててますけど、これはあの血流を良くする治療ですね。で、痛みを和らげると。さあ、それでですね、はい、一回止めます。横向き、横向きです。はい、いいですか。いや、よくない。ちょっと持ち上げで、あの点滴の管が入ってますけど、はい、ちょっと入れたまんまにさせてくださいね。で、この子さ、多分昔点滴してるんですよね。だから前足の血管がさ、なかなか取れない、うまいこと。そういうものなんですね。そう。で、後ろ足はまっすぐだったから、はい、ただ前の先生です。ちょっと大変だったみたいね。ここにもスリップがあるし。そう、なかなか大変なんだよね、採血するの。これは食べたいとか言ったら食べさせる。そうそう、だけどちょっと1時間は待ってくださいね。すぐさあ、そんでいいよね。はい、じゃあそのままこっちついてきて。はい、でバッグをじゃあこの上に乗っけてください。さあ、帰るよ。うん、はい、行きますか。大丈夫、大丈夫ですよ。ありがとうね、ありがとうねって。はい、ありがとうございました。よしよし、ちゃんと朝来るでね。これがね、だいぶ戻りが良くなってる。あ、そうですか。ありがとうございます。それであとご飯ね。はい。これあの腸内バイオームっていうちょっとお腹に優しいご飯なんで、一回試してください。まずそれをね、1時間ぐらいしたら。
お水やって、はい、飲んで吐かなかったら腸内バイオム、はい、で食べないんだったら、まあ、いつものドライフード、そういう順番でちょっとやってもらっていいですか、はい、でもし吐いちゃったらもうそこから 2時間は何もやらんでください、はい、吐いたのにまたさ、飲お水も下げといてほしいんですよ、ね、あ、そうなんです、ね、吐いたのにお水飲むとまた吐いちゃう、あ、そうです、誘い水になっちゃってね、はい、というところですかね、ありがとうございます、はい、じゃあ観察してね、明日朝見せてください、はい、すいません、はい、そうすると1番2番消毒して、これの処理は分かるよね、これそう、これはい、じゃあ1番2番両方ともね、